はい、今日の通販買ってみたなんですけども、まあ自粛でね、在宅が長くなるとついつい通販で漫画とかを買っちゃうんですよね。まあ私の場合はね、自粛がこう叫ばれる前からずっと3年4年と隠居暮らしなんで、まあ全然生活は変わらないんですけどもね。で今回、買ってみたのがこのね、川原正俊さんのパラダイス学園ですね。この修羅の時とか修羅の門っていうね、格闘技漫画を描いてらっしゃる方もこういう風なちょっとね、まあ人気のお色気漫画をマガジンかなんかで書いてたのかなっていうところでございます。これはですね、まあこの、まあ中学か高校かのスクールライフのお話なんですよ。まあヒロインのね、可愛い女の子と、あとそれにね、一方的に好かれている内気な男の子のストーリーなんですけども、まあ男の子だったらね、中学生活高校生活こういう風にある一人の女性にずっとね追いかけられたいなと思いながら過ごすものかと思いますけども、まあそれをね、もう本当に如実に表した、なんかちょっとうるせえ奴らにテイストが似てるんですよ。電撃を使わないだけでうるせえ奴らなんじゃないかなと。あとこの女の子もね、すごく内気で可愛い子なんですよね。そういうなところで、まあギャグ漫画あり、ちょっとこう恋愛ものありみたいな感じで、オチが結構ね、そんなにびっくりしないオチなんですけども、まあなんかふんわりと終わっていくみたいな感じですよね。まあそんなに感動するものでもないし、そんなに心に残るものでもないんですけども、だからそういう漫画が気になるんですよね、私はね。そういえばあの漫画どうだったかなみたいな感じでメルカリで探してみたんですけども、このセットがね唯一出てまして、結構1冊あたりは高かったんですけども、3冊セットだと極端に安かったみたいな感じで、ラッキーに手に入れることができました。まあこれからね、読むかどうか分かりませんけども、まあ読ませていただこうと思います。で今回ね、通販で買ったんですけども、こんなレターがついてたんですよ。これね、メルカリで買うとね、よくついてるんですけども、久保様、この度はご購入ありがとうございます。楽しんで読んでもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。コロナで大変な時ですが、久保様が健康でありますように。また機会がありましたらよろしくお願いします、ということでいただきました。ありがとうございます。今回お取引させていただきました、ステラさんですね。とても可愛らしい、こういう風なねレターでいただきました、レターペーパーでいただきました。はい、ではね、この漫画本当楽しんで読むというよりも懐かしいなと思いながら手に取らせていただきました。きっとこれを私ね、今回お譲りいただいたステラさんもこのね漫画を何かしかの思いで手に取ったと思うんですよ。でそれを今度私が受け取ったということで、中古本のいいところっていうのは、こういうふうな同じ趣味の方がこう繋がれることなんだと思うんですよね。これを私が捨ててしまえばそこで終わりなんですけど、またね、欲しいなって方がいたら、いつの日か私がね、またメルカリに出すかもしれませんので、その時はね、また別の方にバトンタッチってことなんでしょうかね。ということで、本っていうのはね、世界を旅するんですね。以上でございます。